ざもうらで鍛冶屋を救うため猛虎と戦ったと聞きました。こっちだ、カレここだ。
草刈様、さあこちらへ。吾作の伝承を語りましょう。吾作、聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島を前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の譜の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって族は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。族の打ちかかりて来たるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、族の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる族は後ずさり、よるめきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、物の譜の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。
里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。ノリオだ。だが他の僧がおらぬな。皆は怪我人だ。私は方針らを探して連れ戻してきます。もうことで我らの助けを止められはしません。どうかお気をつけて。良い弓に勝る武具はございません。弓を強くいたしませんか。助かった。さあお納めください。酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。猛虎の武器にも負けません。もう鍛えられません。あなた様のお役に立ててよかった。稽古台から竹をもらって荷台を直しましたが、あれはお侍のものだとか。本当ですか。あれは剣の腕を磨くものだ。心を澄まし人たちで竹を切らねばならん。ご無礼をいたしました。すべてお返しいたします。あの大きな旗も。そうしてくれぬか。荷車のことは無念であろうが、稽古台使わせてもらおう。鎧を整えてもよろしいでしょうか。
酒井様。ノリオ、他の層はどこだ。刀鍛冶をお探しですか。酒井様、十分な素材をお持ちください。もし太刀のお手入れをいたしませんか。見て差し上げましょうか。申し分のない出来でございます。また頼むぞ。少しでもお役に立てたでしょうか。酒井様。ノリオ、他の層はどこだ。何かご入り用でしょうか。お役に立てば幸いです。道中のご無事をお祈りしています。私が守ってやるよ。手に入りにくいものが揃ってますよ。役立つものばかりです。
お探しのものがあるといいんですがね。お譲りできるのはこれだけです。恐れながら数が足りませんね。では。いい子だ。目的を達せられますよ。剣は先祖。さあ入れ。隠れるも何も、この近くに猛子どもが野営を敷いてまして、取るもの全て捕らえてるんでさ。調べてみよう。俺に任せておけ。
待っておったぞ、社会人。行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。育ちの軟弱者め。所詮この程度か。息を切らしておるぞ。さらば、浪人。
荒野にて水に隠れし命かな。枯れ果つる実は行く先もなし。尋常に勝負。ブジョーク、ザファク、アラル。逃がしてやる。ああ、助かった。ありがとうございます。道中気をつけよ。
忘れません。さあ早く逃げよう。
待たせてしまったな。やっと自由だ。もう安全だ。Ты дэнэ спустер чаддаа. Эний чулуу бол самарай хоёр сонсоно. Сүмүүта. Би дэнэ таахгүй.
話してやる。御作様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。いい子だ影。